時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。琉球の妖滅師間敷な皆は体を蝕む邪気に苦しんでいた。痛みに膝をつく皆のそばで小さな生物が声をかける。その声の主の頭を優しく撫で、震える足に力を込めた。喉元まで上がってきた弱音を飲み込み、友と結んだ約束を守るため再び前へと進むのであった。うずき。これよりは公儀の任、若輩者はここまでにいたせい。間敷な皆 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。いや、こっちは、はっ、いや、マジキナミナ。負けられないの。二本目勝負。せい。一発。ラト。マジキナミナ。私に構わないで。この体が動かなくなる前に終わらせないと。全部が手遅れになる前に。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。間敷な皆 VS 立花右京いざ尋常に一本目勝負。せい。
勝者、マジキナ・ミナ。負けられないの。2本目、勝負。はあ、勝者、マジキナ・ミナ。行こっか、チャンプル。ミナ、ミナ。逃げることだってできたのに、戦おうとした理由は何？隅田川。この先に行くのは俺の方だぜ。どうして持ってんなら俺を燃やしてみやがれ。マジキナ・ミナ VS 風間和樹。いざ尋常に一本目勝負。マジキナ・ミナ。負けられないの。2本目勝負。マジキナ・ミナ。私に構わない。刀に眠っているものを扱いきれていない。大切な人を傷つける前に私に渡して。あな悲しや、あな苦しや、憎しい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 。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。
マジキナ・ミナ VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。遅い。あ、大津波。遅い。ど、はい、どうだ。あ、大津波。あ、大津波。いや、あ、あ、超美人し。勝者、千両京四郎。この京四郎、甘くはないわ。二本目、勝負。せい、こっちじゃ。勝者、マジキナ・ミナ。負けられないの。最終戦、勝負。マジキナ・ミナ。行こっか、チャンプル。ミナ、ミナ。舞をやるなら芝居小屋の中だけにして、外でやるのはただの迷惑だわ。外流島、羊の国。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。マジキナ・ミナ VS ダーリー・ダガー、いざ尋常に一本目勝負。勝者、ダーリー・ダガー。
そのまま寝てな。2本目勝負。でやっ、こっちだ。こっち、どれ、こっちだ、こっちだ。マジキナミナ、負けられないの。最終戦勝負。キャッチ、キャッチ、いや、これキャッチ、こっちだ。離れ、マジキナミナ。行こっか、チャンプル。ミナ、ミナ。どうして放っておいてくれないの？カムイコタン、下月。マジキナミナ VS リムルル、いざ尋常に一本目勝負。マジキナミナ、負けられないの。2本目勝負。飛んでけ。こっち飛んでけ。
道士マジキナミナ。私に構わないで。姉を守りたいと思うならもっと強くなるべき。今のままじゃずっと守られ続けるだけ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。マジキナ・ミナ VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。トライスラッシュ、勝者マジキナミナ。負けられないの。2本目勝負。マジキナ・ミナ。行こっか、チャンプル。ミナ、ミナ。どうして放っておいてくれないの。味方ヶ原。大自然のために戦うのであれば、目の前の私は敵よ。邪気を体に溜めている愚かな妖滅師。でも
そんな妖滅師にもやることがあるの。道を開けて。その体で先に行ってもやられてしまう。邪気を払うのは私の使命です。ここから先へは私が行きます。マジキナ・ミナ VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負。こっち鼻いじって、えいと、あっちの中で、えぇー、こっち、よっ、いや、ナコルル。ありがとう、ママ母。二本目勝負。マジキナ・ミナ。負けられないの。最終勝負。お願い、ママ母。お願い、ママ母。はっ、私を怒らせないで。勝負あり。勝者マジキナ・ミナ。私に回わないで。これは私の問題だから、そこにいて。ごめんね。この世のすべて、何もかも消えてなくなればいい。静か千年桜。憎し憎し
格も苦しい私は。うつしおにさまよいしあやかしよ、浜の弓にて隠りように着せ。たとえこの体が朽ち果てようと、あなただけは守るわ、チャンプル。マジキナミナバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。いや、マジキナミナ負けられないの。許せぬ、この世がそなたが憎い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 。マジキナミナ行こっか、チャンプル。ミナ、ミナ、
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の昇天を見届けた皆、自身の体が軽くなっており、邪気の気配もなくなっていた。持って行ってくれたの。口から漏れた言葉に応じるように花びらが頬を撫でる。すやすやと眠るチャンプルを抱き上げ、皆はあの日の出来事を思い出していた。妖滅師としてずっと追っていた敵、故郷の村を滅ぼしたあやかしが今目の前にいる。しかしそれはずっとそばにいてくれた唯一の友であった。あふれそうな涙を必死にこらえ、叫び出したくなる感情を殺し、目の前のあやかしに弓を構える。矢は力なく地面に転がった。妖滅師はたった一人の友達を撃つことができなかった。ミナはあの日、自身の体にチャンプルの邪気を取り込んだ。それが何を意味するかは彼女自身が一番分かっている。しかし唯一の友を取り戻すにはこの方法しかなかったのだ。揺れる船の上でミナは包帯に手を伸ばす。幾重にも重なった封印が解かれていき、暖かな光が目を包み込んだ。滲んだ光に頬が緩む。チャンプルを抱き上げ、ミナはつぶやく。ずっと一緒にいようね。二人は歩み続ける。この先に待つ明るい未来へと向かって。